シグネットリングカレッジリングは学校の卒業記念リングのこと。英語ではクラスリングという。高校、専門学校、短科大学、大学の卒業時に作られる。リング上部に学校名、ヘンサイ度に学校賞と卒業年度、もう片方に先行と学位もしくは本人の名前を刻み込むのが標準的なデザイン。 スポーツの優勝時に作るチャンピオンリング、クラブやグループなど、同行の志で仲間の証として作るクラブリング、表彰や報奨を受けた、記念の際の記念リング、企業のマークや、終年記念で作るコーポレートリング、職人がある程度の地位になった場合に作るメソニックリングがある。結婚時のマリッジリングをカレッジリングと同じ形状で作る場合もある。その原型は、 シグネットリングつまり指輪印象とされている。ヨーロッパにおける紋章で家柄を表すものは厳密な規則に従って作成され、文家や縁組などでそのバリエーションが生まれていくため、自らの自を表すものとして、一人一人別々のデザインで作られた。風浪に用いられ、リング上部の紋章を押し付け、この手紙は間違いなく自分が書いて風をした証とされた。 日本ではこの形状の指輪はインダイリングと言われているが、本来の目的、用途では理解されておらず、指輪の形の一種として普及している。イギリスのオックスフォード大学などの卒業生が、秀才の証として、卒業の記念に作っている。英国でのカレッジリングは、9カラットゴールドが最も好まれている。それは英国連邦内の王室のジュエリー、調度品、 食器カトラリー類に休憩が使用されているため、王室御用達のブリティッシュゴールドとして親しまれているためである。米国における卒業記念リングの発祥は、1835年に陸軍士官学校卒業生が作ったものがアイビーリーグの大学にも伝わり、現在のように広まった。イギリス、アイルランド、アメリカ大陸各国、オーストラリア、南アフリカ、 フィリピンなど英語文化圏で広く認知されていて、最も盛んなのは、米国である。なお、クラスリングのクラスは、階級であり、この場合は卒業した、学校、資格、所属団体、コンテスト優勝の名誉等を指し、正確には、クラスファクションリングという。つまり、栄誉や記念、あるグループに所属する、それを身につけるに値するもののみのプライドを表現する、ものである。 その発展型が北米四大プロスポーツリーグなどの優勝記念品のチャンピオンリングでもある。日本ではそのような本来の目的で理解されておらず大きな楕円形ストーンをつけてやや複雑な彫刻が施された指輪の形状の一種として捉えられている。チャンピオンリングは近年の日本人メジャーリーガーがワールドシリーズのチャンピオンリングを手にしたり、 野球 WBC の日本チーム優勝記念のリングが作られるなど普及の兆しがあるが、その他の同種リング等は全くと言っていいほど普及していない。最も標準的な形状はオーバル型の大粒ストーンをセンターストーンとしたタイプ。同じ作りで角型ストーンもある。長方形のストーンを使用したヘリテージ型もあるが、日本ではまず見かけない。その他、 前述のシグネットリング型やごく普通のバンドリングに卒業年度などのみを彫刻したものもある。金型製法によって1個ずつハンドメイドで作られる。貴金属製造の主流のロストワックス製法とは違う古典的な製法で、金型製法は効率性や地金表面の繊細さではロストワックス製法には劣るが、以下のような理由でカレーチリングに適した製法である。 カレッジリングでは、サイドパネルと呼ばれるリング側面彫刻に、学校賞、個人名や学位、学籍番号、選考マーク、卒業年度などを個人別に刻み込むため、個別に型の一部を差し替えることができる、同性法が適している。また、資格や卒業年次などの文字を他人に見せるためでもあり、交渉など、ロゴマークの再現性が高い製法でなければならない。 金型製法は彫刻内容の視認性が求められる効果や勲章の製法と同種の技術で文字や模様が出っ張って強調される。ロストワックス製法では文字や模様が凹んで表現され彫りが浅く細かな文字類が潰れてしまう。米国などから輸入されたユーズド以外の日本で販売されているカレチリングはほとんどが形状のみを真似て、 ロストワックス製法で製造されたものである場合が多い。これらはファッションアイテムとしてのリングであり、カレッジリング本来のユーザーの目的と動機を満たすものではない。大粒のセンターストーンは一般的に注文者の誕生石が選択されるが特に決まりはない。スクールカラーやチームカラーの場合もある。以下にアメリカで標準的なカレッジリングのオーダーの仕方を記載する。 1. 1リングの形状を選ぶオバールストーン型、スクエアストーン型の一般的な2種以外に、ヘキサゴン型、ヘリテージ型などメーカーごとに、様々なリング形状があるので、好みの型を選ぶ。2. 地金を選択する、スターリングシルバー、10、14、18金、イエローゴールドまたは、ホワイトゴールドから選択する。ステンレス系スチールや真鍮などの合金にメッキをした。 物を安価に提供しているメーカーもある。3. センターストーンを選択する、誕生石または好みの色のストーン、カットを選択。カットはファセットカット、スムースカットの2種が一般的。オプションとしてブリリアントカット、サンバーストカットなど特殊なカット選択ができる場合がある。天然石もリクエストできる場合があるが、4月生まれ、7月生まれ、 9月生まれ等の場合は、カレッジリングの石座の大きさから、入手困難なカラットであり高価になってしまう場合がある。このような場合、同色の代替点連席を採用する方法がある。4、石座文字卒業記念リングの場合、学校名が入るので選択肢ではない。5、サイドパネル片面卒業年度を選択する。卒業記念リングの場合、サイドパネル片面のメインデザインは、 学校証でその上部に卒業年度が入る。6. サイドパネル片面先行マーククラブやホビーを表すマークなどが選択でき、さらに学位か自分の名前を上部に挿入することができる。先行マークやホビーマークなどはメーカーごとにレディーメイドデザインがあるのでそれから選択することができる。特注でオリジナルデザインを指定することができる場合もある。 7. 指サイズつける指に特に決まりはない。はめたい指を決めて、それに合わせる。8. フィニッシングアンティック仕上げか、ナチュラル仕上げが選択できる。アンティック仕上げは、黒火仕上げ、いぶし仕上げなどとも呼ばれ、へこみ部分を黒くして、文字や模様を強調する。ナチュラル仕上げは、へこみ部分も地金そのままの色で黒く加工しないもの。金属アレルギーなどの場合は、 アレルギーの出にくい白金系メッキを要望できる場合もある。9、バンド部分バンドを磨きをかけるか、傷が目立たないように、マット仕上げが指定できる。また、シェブロンなどの飾り彫りをリクエストできるメーカーもある。10、リング内側刻印フルネームなどの刻印を指定できる。11、その他、オプションストーン上に頭文字などのエンブレムをつける。 トランスペアレントエンブレムイコール透明感のあるストーンの下にエンブレムを埋め込む。初体指定。ラインストーン。エナメル着色。ありがとうございます。